大学時代の冬のある日のことだった。その日一日の講義が終わってから、僕は友人の S と K と3人で心霊スポット巡りに繰り出していた。言い出しっぺは K、車を出すのは S、僕はおまけ。いつものメンバー、いつものシチュエーションだった。目的地は、僕らの住む町から幾分遠い場所にある、今は入居者のいない古い集合住宅。噂だと、そこには複数の首のない幽霊が出るらしいのだけれど。結論から言うと、今回はハズレだった。あたりが暗くなってからようやく目的のハイマンションにたどり着いた僕らを迎えてくれたのは、色とりどりの落書きと、階段の踊り場で季節外れの花火をするマナーの悪い先客だった。久々の大外れだ。ああいう奴らってのは決まって、怖い思いしたりたたりにあってから、後悔してる。あんなとこ行くんじゃなかった、とか言うんだ。くっそ、バカじゃねえのか。呪われねえかな、あいつら。それか花火でやけどしろ、やけど。帰りの車の中、いつもなら車酔いでダウンしているはずの K が、後部座席でブツブツ愚痴をこぼしている。花火をしていた若者たちとは接触自体はなかったのだけれど、K は彼らの行為に相当おかんむりのようだ。覚悟がねえ奴は後で後悔すんだよ。やっぱりやめとけばよかった、とか俺だったら死んでも言わねえし。逆に、やっぱそうだよな、っていうな、うん。知らねえよ。運転している S が若干うんざりしたようにつぶやいた。K はハイマンションを離れてからずっとこんな感じだ。車は郊外、左右を田畑に挟まれた道を走っていた。暖房が熱くてウィンドウを少しだけ下げる。わずかに開いた隙間から入り込んでくる冷たい空気が気持ちいい。けれど、やりすぎると車内が冷える。僕はすぐにウィンドウを閉めた。確かに K の言うこともわからなくもない。僕だって心霊スポットと呼ばれる場所に行くときには、何が起こっても不思議じゃない、という意識で持っていく。実際、過去にたくさん怖い目にもあったし、死ぬかもしれないと思ったことだって一度や二度ある。それでも、今日だって K が。首なしマンション行こうぜ。というと、ホイホイ誘いに乗るのだから、何されたって文句は言わない、くらいの覚悟は、僕自身持っているつもりなのだろう。なあなあ、俺腹減ったんだけどよ。なんか帰りにラーメンでも食べて帰ろうぜ。俺今日は金ねえけど。S が、出しろ。と冷たく言い放つ。僕も K に何か言おうと後ろを振り向いたその時だった。僕らを乗せた車が急ブレーキをかけて止まった。道がちょうど見晴らしが悪く細い山道へと入るところだったので、近くからトラックでも出てきたのかと思った。けれども、そういうわけではないようだ。事故だ。僕と K に向かって S が短く言った。事故だと。それから車を道の脇のスペースになっている部分に寄せる。車のライトの先、白いガードレールのそばに、確かに倒れたバイクと共に人影らしきものが倒れていた。ライトはつけたまま、シートベルトを外して S が車を降りる。僕と K は一度車内で顔を見合わせた後、無言で S に続いて外に出た。おい、大丈夫か？ S はもうすでに倒れている人のそばにしゃがんで声をかけていた。仰向けに空を見上げるその人は、フルフェイスのヘルメットをしていた。ガタイがよく男性のようだった。声をかけても反応がないと知ると、S は顎とヘルメットの隙間に手のひらを差し込んだ。おい、お前らぼーっとすんな。K、救急車と警察呼べ。お、おう。〇〇はバイク道の脇に寄せて、車が来ないか見張ってろ。わかった。僕は周りを見回す。耳も澄ませてみたけれど、近くに車の気配はない。止めた車の近くで K が電柱を睨みながら救急車を呼んでいる。黒いバイクを苦労して起こし、邪魔にならないように路肩に寄せる。バイクは前輪が歪み、フロントライトが粉々になっていた。それが他の部品と共に当たりに砕けて散らばっている。傍らで S が、チッと舌打ちしたのが聞こえた。見ると、S が男の被っているヘルメットをゆっくりと脱がそうとしている。なあ、大丈夫なん？こういう時って、動かすのってダメなんじゃ。呼吸も脈もない。このままだとどっちにしろ助からない。こっちを振り向かないまま S はそう言った。助からない、という言葉にドキリとする。それは死ぬということだろうか。目の前で、人が、S が脱がしたヘルメットを横に置いた。あらわになったその鼻と口から、赤黒い血が流れていた。目は閉じている。短髪の男だ。
正気のない死人の顔だった。僕は目を背ける。腹の下から何か熱を持ったものがせり上がってきていた。冷静にならなければ、と自分に言い聞かせる。そこで初めて、僕は男が倒れていた位置から少し離れた場所、道路についたタイヤの跡に気がついた。等間隔で2本の黒い線が、不自然にこう描いている。二輪ではなく、四輪車が慌てて急ブレーキを踏みハンドルを切ったような跡。僕はもう一度周りを見回した。車の気配はない。ひき逃げ。そんな言葉が頭をよぎった。と何か布の裂けるような音。振り向くと、S が男の胸の上に両手を置き、心臓マッサージを始めていた。男の口には中ほどまで裂かれたハンカチが乗ってある。救命措置。S は呼吸も脈もないと言っていた。事故に遭ってから僕らが来るまでに、どれくらいの時間があったのだろう。何度か心臓マッサージをした後、S が男の鼻をつまみ、顎を持ち上げ人工呼吸をする。そうして、また心臓マッサージ。それを繰り返す。救急車も警察も、あと10分くらいでこっち来るってよ。電話を終えたらしい系が戻ってくる。S は振り向かず。そうか。と一言。救命処置を続ける。僕は K に向かって、ひき逃げかな、と道路についたタイヤ痕を指さす。K は目を凝らしてそれを見てから。マジかよ。と小さくつぶやいた。おい、どっちでもいい、救命講習受けたことあるか。しばらくして S がマッサージを続けながら尋ねる。確か車の免許を取るときに受けたはずだ。30回心臓マッサージをした後に人工呼吸だったか。いや、それよりまず気道確保だ。できるぞ。僕がもたもたと一連の内容を思い出していると、K が一歩進み出てそう言った。じゃあ K、代わってくれ。俺も休みたい。おう、わかった。S が立ち上がり、K と交代する。ふぅ。と、ため息に似た息を吐く S の額にはわずかに汗が浮かんでいた。風のせいであたりは震えるほど寒いにもかかわらず。助からないかもしれないな。僕の視線に気づいたようで、S は腕で額を拭いながら言った。まあ、医者が死亡と下すまでは生きてるわけだが。それでも、ああも冷たいとな。人形を必死に生き返らせようとしている気分になる。それから S は道路のタイヤ痕に目をやり。ふん。と小さく鼻を鳴らした。ひき逃げかな。僕は先ほど K にしたのと同じ質問をする。さあな。それは警察に任せとけ。というのが S の答えだった。それから S は地面に腰を下ろすと、ガードレールにもたれかかって目をつむった。その手に赤いものがついているのが見える。血だ。僕は倒れている男に視線を移した。あの男はまだ死んでいない。医者でない僕らにその判断はできないのだ。救急車で運ばれて、医者に確認されて、初めて死んだことにされる。それでも S は冷たいと言った。実際に触れていない僕にはわからないが、その言葉は確かな実感を伴っていた。死んではいないが、生きてもいない状態。だとしたら、男の魂は今どこをさまよっているのだろう。目の前では K が鏡込み人工呼吸をしている。僕はその様子をただぼんやりと眺めていた。体を起こした K が、びくり、と震える。なんだろう、と思った。そのまま K は動かない。心臓マッサージを続けないといけないのに。K はただ自分の両手を眺めていた。K? 僕が呼んでも反応はない。それから K はふらっと立ち上がると、男の体越しにガードレールをつかみ、そこに人差し指を当てた。何かを書いているようだった。不安になった僕は K に近寄り、その肩を掴んだ。その瞬間、何か電気のようなものが K の体を通じて、僕の足の先から頭のてっぺんまで走り抜けていった。驚いて思わず K の肩から手を離す。同時に K が僕の方を振り向く。1479。え?唐突に K が言った。おい、1479ってなんだ?それに、美咲、ゆかってなんだ?人か?いきなり矢継ぎ早に質問され僕は狼狽する。僕には K が何を言っているのかもわからない。その思いが顔に出ていたんだろう。K もハッとした表情になる。何してんだ?と横から S の声がする。いや、なんでもねえ。悪い。俺もまだ何がなんだかわかんねえから。そうして K は僕の方を向いて。
ちょっと変わってくれ。頭がガンガンする。目のあたりを押さえ、まだフラフラしながら K はその場を離れた。残された僕は、K が先ほど掴んでいたガードレールを見やる。そこには赤くかすれた血文字で、かろうじて、1479、と書かれていた。それから僕は K と交代して救命処置を行った。S の言った通り、男は確かに冷たかった。救急車と警察がやってきたのは、僕が K と変わってから5分ほど経った後のことだった。男が担架に乗せられ運ばれていくのを横目に、僕らは警察の質問に答えた。答えていたのはもっぱら S だけれど。3人とも聞かれたのは氏名と住所。もっと面倒なことになるのかなと思っていたのだけれど、しばらくすると警察に、もう帰ってもいいよ。と言われた。僕ら3人は顔を見合わせて、黙って車に乗り込んだ。やるだけやったという思いもなく、僕らはただ疲弊していた。帰り道、車内には何の会話もなかった。それから2、3日経った日の朝のことだった。突然 K から電話がかかってきた。黒いスーツを持ってないかということだった。どうするのかと聞いたら、葬式に出る。と言い、誰の葬式に出るのかと尋ねたら、あの事故に遭った男性の葬式だと K は答えた。言わんといけないことがあるからな。車は S が出してくれるらしい。K がどうするつもりか気になった僕は、スーツを貸す旨と、自分もついていくと K に伝えた。葬式の会場は、偶然にも僕らが事件の日に訪れたハイマンションのすぐ近くだった。すでに多くの人が集まっており、僕と S を車に残して K は一人会場の中へと入っていった。どうしたんだろ、K？ S は何か聞いてる？いや。行きの車の中、K は何事か考えているようでずっと無言だった。ただ単に車に寄っていただけかもしれないけれど。車の中で待っていると、思ったよりも早く K は戻ってきた。ドアを開け、気だるそうな動作で後部座席に座ると、ああ。とつぶやき。おう、悪かったな、付き合わせて。ほれ、帰ろうぜ。と言った。S は何も言わず車を出した。当然だけれど、帰り道の途中に事故のあった現場を通り過ぎる。思わず注視してしまう。事故があった痕跡は、もう路面のタイヤ痕だけだった。被害者は、首をやっちまってたらしい。後部座席から K の声がした。頸椎だっけ？が折れるか断裂かしてて、だから痛みも感じず死んだはずだって、言われたわ、奥さんに。まるで独り言のように、ぽつりぽつりと K は言葉を紡ぐ。それに、俺らが見つけたのは、意識も呼吸も脈もなくなってからだった。だったら最後の言葉なんて残せるはずもないよな。泣きながら言われたよ。お心遣いはありがたいですが、バカにしないでください。だとさ。まあ、当然だけどな。警察にも言ってないことだし。最後の言葉、僕は思い出す。あの時、数字とともに K がつぶやいた言葉があった。美咲、ゆか。K はそれを伝えに来たのだ。けれど、それは生きている人間が発した言葉ではなかった。普通の人には決して聞くことのできない、死人の言葉。理解されないってのはわかってるんだがな。覚悟もしてた。でも、こうなんだよな。壁があってさ、その向こう側に何があるかなんて、見える奴にしかわからねえんだ。そうして K は、やっぱそうだよな。とつぶやいた。三人とも口をつぐみ、しんとするじゃない。急に亡くなったばかりだし、今は時期が悪かったんだ。K は悪くない。当然のことをしただけだ。言うべき言葉は山ほどあったのに、そのすべてが口の中で空回り、外に出ることなくしぼんでいった。けれども何か言わなければと思い、僕は無理やり口を開く。ラーメン。意識していたわけではなかった。ただ、出てきた言葉がそれだった。どうしてラーメン？自分でもわからなかった。見ると二人が何事かという表情をしていた。ラーメンだ。そうだ、ラーメンを食べに行こう。お腹が減ったしさ、時間もちょうどいいしさ、前には行けなかったわけだしさ。やけになって喋る。けれども、今がお昼時なのも事実だし、お腹が減っているのも本当だ。そして何よりラーメンは K の好物だ。S が小さく吹き出すように笑った。そうだな。どっか寄ってくか。賛同してくれたことに僕はほっとする。その途端、車の中の温度が少し上がったような気がした。あ、
でもさ、実は俺、今日は金ねえんだけど。時計が言う。またか、と僕が突っ込む前に、S が前を向いたまま、ひらひらと片手を振った。いい、おごってやるよ。その親切な言葉に K は驚いて固まっていた。僕もびっくりして S を凝視する。こいつは本当に S だろうか。そんな疑問まで浮かぶ。マジで？光電で使って金がねえんだろ。だったら、おごってやるよ。S の言葉に僕は思い出す。確かに会場に行く前、K は封筒を手に持っていた。うおう、マジかよ。言ったな S。だったら俺めっちゃ食うぞ。別にいい。でももし車内で吐いてみろ。窓から放り出して引き殺すぞ。上等だ。化けて出てやるよ。あ、S、じゃあ僕もおごって。うるさいお前ら。そうして僕らはその後、走りながら見つけた中華料理店に立ち寄りラーメンを食べた。結局 S は全員分おごってくれたし、結局 K は帰りの道中で車に寄って、醤油ラーメン大盛り餃子セットを丸ごとリバースしたのだけれど。それから K はずっと後部座席でダウンしていたのだけれど。気持ち悪い。殺してくれ。と垂れ流す K はいつもの K だった。そうして隣では、かろうじて車内では測れなかったものの。せっかくおごってやったのに。だとか S が小言を言っている。いつも通りを久しぶりに感じたような気がした。やっぱりこういうのがいい。僕は S の小言を聞きながら、安堵とともにあくびを一つする。今回のこと、人のしおりあるに垣間見てしまった後でも、結局懲りずに僕らはまたオカルトに首を突っ込むのだろう。どうしてかと問われても、きっとわかりっこない。説明なんてできるはずもない。そういうものこそが、オカルトなのだから。ちなみに後日、僕らが遭遇したひき逃げ事件のことと、そのひき逃げ犯が捕まったという記事が地方紙の片隅に載っていた。記事によると、被害者の血で書かれたナンバーが現場に残されており、それが決め手となったそうなのだが。事故後、頸椎を損傷した被害者は文字が書けなかっただろうこと。そして、そのナンバーが実は被害者の死後に書かれたものだとは、どこにも載ってはいなかった。